チャオ、コンチャスクです。グルメタウン続きやっていきます。前回までのお話は、都会で OL やってたスクコがですね、ふるさとのハッピータウンっていうところがカジノに乗っ取られそうなんで、いろいろ助けようっていうゲームなんだけど、前回このやる気のないアイスクリーム屋さんをいろいろリフォームしたりして手助けしてました。というわけで今回は続き何やるんだろう。やることは新しい椅子。アイスクリーム屋さんに椅子を買ってあげるっぽいです。やってみよう、これ。コック帽が足りないから、パズルゲームをやんなくちゃいけないんだね。よし、やっていこう。アイスクリーム屋さんで、裏技、コンボを多く行えば、コイン目標が達成しやすくなります。何コンボって。まあ、いや、とりあえずこれを、かき氷作って、かき氷じゃないか、アイスクリームか。あ、ちょっとできてない。全然できてないですけど、ちょっと飲みよう。はい。ちょっと待って、これと、これあげて、はい。やばい。やばい。めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。めっちゃ怒ってる。ちょっと待って。あ、いいの？めっちゃ怒ってる。ちょっと待って。めっちゃ怒ってる。いやー、なんかコンボができたけど。ちょっと待って。ちょっと待って。忙しい。ちょっと待って、ちょっと待って。これ、こうで、こう、はい。わお。はい。白いのと、ピンク、あ、間違えた間違えた。白いの作んなきゃ。ちょ、待って。デブの子供、ちょっと待って。これぐらい、はい。よし。コンボなんかできないよ。めっちゃむずい。慣れないな。勝ったよ。いや、負けたね。なんか道の真ん中で踊ってるけど、スクコは。スクコって名前つけちゃったけど、本名は実はアイリーンです。でもスクコ。よし、新しい椅子を置こう。よう。モーニング、ボーイ。モーニング、おはよう。今日もデートかい。のんきだな。お前の店を助けてあげようって言ってるのに。サムおじさん、昨日も言ったけど、恋人じゃないよ。今日もお客さんが多いね。みんなふもとのリゾート村から来たらしいよ。こんなに並んでて大変そうだね。座れる椅子があればいいのに。座り心地のいい椅子を配置しておくから、もうスクコを怒らせないでね。怒らせたんかい。片付けんだ。うわー、どれにしよう。これなんかトゲトゲしいな。それに寒々しい。葉っぱかな？これもいいけどね。いやー、葉っぱの方がなんか可愛くない？これにしよう。こいつが作ってんの？すごっ。ヘンリー、あなた最高よ。あの靴の紐も結べなかったこと、同一人物とはとても思えないわ。バカにしすぎ。やったぜ、椅子できた。次、新しい看板だって。そして例によってコインが足りないんで、またアイスクリーム屋さんで、ただ働きです。なんかアップグレードしろってさ。何これ何これ。このアイスを作る機械をアップグレードする。英語何言ってるか分かんないです。よくわかんないおじいさんが届けてくれた。やったー。早くできるようになるのかな。これもはい。はい、受け取ります。OK。チャリーン。なんかいろいろアップグレードしたぜ。そして、パズルというか、アイスクリームを手伝いましょう。アイスクリーム屋さんを。うわ、トッピングが増えてる。やべえ、種類がめっちゃ増えてる。やべえ。マジかよ。はい。で、これあげると。やべえ。ちょっと待って、早い。はい。ハロー。やばいやばい、焦げちゃう。はい。むずい。ちょっと待って。はい。これはチョコ、はい。はい。よし、うまくいった。よし、あとは、白いのと、チョコじゃなかった。間違えた、はい。大変だぜ。おばあちゃん白いの、はい。よし。あれ、もうお客さんいない？うい作りすぎちゃった。おお、なんか3000コインももらった。やったね。おお、なんかアップグレードできたぞ。いちごクリームレベル2だって。もうこれアップグレードするとさ、なんかいろいろ大変になりそうで嫌なんだけど。まあ、アップグレードしちゃおう。よし、もうバンバンアップグレードしていくぞ。おお、なんかかっこいい。あんま美味しそうではないけど。飲み物もアップグレードだ。イエーイ。お、まだアップグレードできるぞ。おいー、なんか、すげえおしゃれになった。美味しそう。まだアップグレードできるわ。飲み物作る機械がパワーアップしたのか。まだパワーアップできるよ。どんだけパワーアップさせる気だよ。やば。トッピングのこれもパワーアップしすぎな気もするんだけど。ゲーム一気に難しくなったらどうしよう。俺何にもまだ慣れてないんだけど。もういい？そう、アイスクリーム屋さんで、あ、違う。ソリ始めちゃった。サモジさん、店はこんなに繁盛してるし、もうすぐこの町の一番のお金持ちになれるよ。町を出ていく必要ないでしょ。売り上げが下がり始めた時から、店の手入れはほとんどやってないんだ。こんなざまじゃ、また来てくれるお客さんは少ないんじゃないかな。歩きねえのかよ。おじさんは美味しいデザートを作ることだけ考えればいいの。店の手入れは私とヘンリーに任せて。バイト雇えよ。まずは大きくて綺麗な看板を作ってあげよう。街のどこにいても見えるような看板を。それはありがたい。二人はきっと幸せになれるよ。サモジさん、もうからかまないでやってくれ。彼女の命令でこの店を打ち壊すことになるかもしれないよ。おお、看板が選べる。おお、マジか。わあ、どれがいいかな。一番目立って美味しそうなのはやっぱこれかな。高い位置に看板あった方がいいでしょ。これが一番上にあるし、これにしよう。いいでしょう。よっしゃ。鉄くず電飾看板。ああ、ちょっとコインが足りないんで、働いてきます。キララリン、もうめっちゃアップグレードしまくって。このステージにはカウントダウン制限があります。制限時間があるってことだね。よし。よしよしよし。はい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 。ハロー。はい。はい。うふーはいはいはいこれとこれはい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 やべ破棄ダブルタップはい OK はい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 ああはい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 ハローはいはいはいウホーはいはい飲み物とこれはいしゃ早く1個焦げちゃう、はい、これとこれはいうわーなんかいっぱいだ注文がはいわおはいはいよしはいちょっと待ってちょっと待って足りないこれとこれとこれとはいはいはいああ1個間違えたはいちょ、1個間違えた。はい、はい、はい。はい。はい、はい。これとこれと。はい、はい、はい。オッケー？あ、終わったっぽいぞ。勝ったよ。おー。焦ったー。よし、じゃあ、くず鉄電飾看板。これやってみよう。わからない電飾看板なんて、店の入り口にくず鉄をかけてるようなものよ。これを放っておくなんて、サムはどうかしてるわ。すごいこと言うな。君には批評家の方が向いてるんじゃないかな。あ、お、光る。かっこいいね。あ、選べるんだ。マジで。これはちょっと微妙。はあ、これが一番アイスクリームっぽくない？コーンっぽいところもあるしさ、これにしよう。邪魔だけどね。電飾看板の修理はできたよ。これで今度からは怒らずに済むね。やっとデザート屋らしくなったね。そうだね。今まで何だったんだろうな。やったぜ。よし、次は街灯の修理だ。でもまたアルバイトしなきゃ。よし、行くぞ。作りまくって。なんか説明があったけど全く読んでませんでした。これあげて、これあげて、これあげて、なんか、種類が増えてる。これやって、これやって、はい。これとこれで、はいの、これとこれで、はい、はい。よし。これ、これ、これ、はい、はい。わお。ね、はい。2つね、はい。君は、これとこれ、はい。びっくりする、これびっくりするんだけど、はい。できんの早っ。はい。オッケー。ちょっとだけ慣れてきたか？これ、これで、はいで、はい。よし。2つ、あ、3つ作っちゃった。まあいいや。シンプルと飲み物。よし。お、やった！できたー！やったぜ。今回はそんなにミスんなかったな。この街灯ももろくて古いね。夜になっても光らないんじゃないの？だいぶ前から光ってない気がするな。町長何やってんだよ。それだと夜にお客さんが来たら不便じゃない？ついでに修理しておきましょう。いいの？勝手に修理して。こういうのって町長が管轄してるんじゃないの？わかった。わかったんかい。選べるんかい。勝手に選んでいいんかい。どれにする？これはちょっとなぁ、いいんだけど、ちょっと気持ち悪い。これがいいんじゃない？なんか花束くっついてるし。これにしよう。ヘンリー、お前何でもできるんだな。すごいな。やったぜ。勝手に街灯を作っちゃった。扉の交換。あ、これもやりたいけど、また、コインが足りないんでバイトしてきます。ちょっと待って、またアップグレードできるみたい。でもこれアップグレードするとさ、種類が増えちゃってさ、注文が大変になるんだけど、でもどんどん美味しそうにはなっていくけど。キラキラリーン、ほいほいほい。ほい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 。よし来い。作っとくか。これと、これと、ほいほい。よし。これ二つ作っとく。これとこれ、はい。ハロー。はい。はい。これ、はい。これとこれで、はい。ヘイ。これとこれ、これとこれ、はい、はい。これ、はい、はい。ノーマルチョコ。これね。はい。うわ、びっくりする！これと、あと普通の、はい。普通の、はい。あ、もうお客さん来なかった。よっしゃ！よーし、ストーリー見よう。扉の交換。お客さんだ。入れる？あー、つまずいた。大丈夫ですか？あ、めっちゃ怒ってる？大丈夫？こんな危ない扉よく使っていられたね。お客さんからクレーム入らなかったの？扉っていうより玄関でね。玄関の段差が危ない。後ろに猫がいる。その猫かわいい。いつかストーリーに出てくるかな？お客さんも少ないし、彼女の体型にも問題があったかもしれない。お前の体型にもな。そんなことはいいから、まずは扉を修理しよう。はい。扉っていうか、だから地面ね。玄関。結局段差あるけどな。でもおしゃれなのは、これおしゃれだよね。でも丸い階段ってどうなんだろう。逆に危ない気がするんだよな。こっちの方がきちんと正面から段差を受け止められるからいいと思うんだけど。これって油断するじゃん、なんか。こっちの方がいいと思うな。悩むな。これにしよう。うわっ。もう次のお話行くのに、またコインが足りない。またアルバイトだ。よし、慣れては来た気もするんだけど、あ、さっきのお客さんじゃん。つまずいちゃったお客さん。飲み物に入って、どういうこと？ハロー。よし、上げれた。あれ違う、あ、こうか。ちょっと待って。飲み物。ちょっと待って、はい。はい。ちょっと待って、みんな作ってあるやつ持ってってくんない。これと、これと、はい。わお。ハロー。新しいやつ誰も持ってってくんねえな。はい。飲み物2杯。はい。あとは飲み物2杯。飲み物ばっか売れんじゃねえか。みんなアイス買ってくれよ。これとこれとこれで、はい。よし。わお。ハロー。みんな飲み物めっちゃ買ってくれるな。アイス売ってるところでさ、飲み物なんか売れるのかね。チョコね。みんな飲み物買ってってくれる。よし。ほい。しゃあ、結構慣れたんじゃない？やったぜ。イエーイ。オッケー、じゃあこの話見ちゃおうぜ。商品だな。うちの商品棚は少し魅力に欠けると思う。分かってるんだったら自分でどうにかしろよ。どんどん注文が増えてない？本当だよ。あと猫ちゃんかわいいね。これで本当に最後だ。これが終わったらうちのアイスクリームはいつでも好きなだけ食べていいからね。潰れるぞ。冗談よ、街に残ってくれるならこの店を王宮にしてあげてもいいわよ。おマジで王宮にしちゃおうぜ。僕にそんな力はないけど、できる限りのことはするよ。お前すごいよね。何でもできちゃうよ。し、商品だな。おお、あー、でも絶対黄色だな。これはもう何が何だかよくわかんないし、これはいいんだけど、ちょっとお店の色とあんま合わないな。ってことでこれ。やっぱこれぐらい明るい方がいい。元の薄汚れた商品棚じゃお客さんの食欲に影響するからね。はい。二人ともありがとう。これからは毎日美味しいデザートを取ってあげるね。すげえ力強い声。うん、しょっけー。これでこそタウンホールだって。ちょっとこれ見ちゃいたいな。またバイトしよう。ほい。はい。はい。ハロー。はい。チョコとこれと、はい。飲み物2つにチョコ、はい。これ、はい。これ、はい。飲み物。よし、飲み物と、これで、はい。シンプルと飲み物。飲み物2つ。アイスを買え。すごいやつ、はい。はい。これとこれ。はい。ハロー。はい。こんなもんかな？めっちゃ作っちゃったけど。オッケー、勝ったよ。よし、ストーリー見よう。おめでとうございます。コスチューム変更できるようになりました、だって。おー、すごい。なんか、いろいろあんだね。でもまあ、しばらくはジャージ生活になりそうかな。ダイヤとかお金とか全然ないんで。オッケー、ちょっとストーリー見ちゃおう。これでこそタウンホール。町長のところか。顔がリアル。ここまでやってくれるとは思わなかったよ。サムはドナルドの提案を拒否して、この町に残ってくれるそうだ。よかったね。ヘンリーのおかげよ。大工仕事がこんなに得意だったとは思わなかった。ちょっと協力してほしいことがあるんだけど、少しタウンホールをリフォームしてくれないかな。今のままじゃ放置された古い倉庫にしか見えないよ。あ、はい。賄賂をもらっているって疑われるかもしれないよ、町長さん。あはは、君も冗談を言うようになったね。いや、そんなことはいいからギャラを払えよ、お前。人に物を頼むんだったらギャラを払え。一気に立て替えた。税金の無駄遣い。他のところを先に立て替えるよ。こんな町長の役場なんかどうでもいいからさ。次の話クレームだって。やば。町長に対してかな。うわ、怖っ。というわけで今回ここまでにしときます。次回クレームってなんだろうね。怖いね。で、話を進めるのにコインが必要なんだけど、毎回アルバイトをしなくちゃいけないんで、先にアルバイトしまくってコイン貯めとくね。もしかしたらアイスクリーム以外でもなんかアルバイトすることになるかもしれないんで、そしたらその部分は動画にしようと思います。というわけで次回をお楽しみに。続きが気になる人は高評価ボタンポチッとよろしくお願いします。それじゃまたね、バイバイ。